三重島岩船寺は、京都府木津川市下茂町岩泉にある神言、立州の寺院。三号は高尾山。本尊は阿弥陀如来。海山は行基と伝える。紫陽花の名所として知られる。岩泉寺は、京都府の南端、奈良県境に近い東能の里に位置する。この地区は、行政的には、京都府に属するが、南山城は、地理的には、奈良に近く。 文化的にもその影響が強い。近くには旧体阿弥陀仏で知られる浄瑠璃寺がある。元泉寺、浄瑠璃寺付近には東の石仏群と称される鎌倉時代を中心とした石仏や石塔が多数残り、その中には鎌倉時代の名器を有する者も,も多い。当地は中世には何との寺院の世俗家を伊藤僧たちの修行の場となっていた。 岩泉寺演技によると、当時の創建は、天平元年に、聖武天皇が、出雲国不老山大社に行行した、蔡の発願によって、大和国なる川の禅根寺にいた行基がその境内に、阿弥陀堂を建立したことに始まる。大道元年、空海とそのおいであり弟子でもあった佐藤四線が、禅根寺に、環状堂として、法恩院を建立する。この法恩院が、 元泉寺の直接の曹操であるとする。そこに佐賀天皇が佐都市仙に命じて御子誕生の祈願をさせたところ公認元年に正義親王が誕生し、公認4年には丹林皇后が本願となって道東伽藍が整備された。この時に次号を元泉寺と改めている。公安2年に寺本を現在地に移し、公安8年には 楽慶供養が行われている。以上の伝承はそのまま史実とは考えがたいが、工房大師弟子伝には、大同年間、佐賀天皇の皇后、立花の勝子が、三子の誕生を祈願して、法恩院を建流し、里藤子先が呪い願いを務めたとある。その後、上和年間に、人形天皇が里藤子先の遺徳を忍んで、三重島を建流したとされる。 岩泉寺本尊阿弥陀如来座像の像内には、天行九年の名があるが、この像が当初から、岩泉寺の本尊であったという確証はない。岩泉寺の寺号の存在を示す、最も古い記録は、寺の西方にある岩泉不動明王魔外仏の明記で、そこには、公安十年の年期とともに、お岩泉寺像の文字が見える。この年号は、 上記事点に言う元泉寺落慶供養の年に近く、鳴川にあった法音院がこの頃現在地に移った可能性を示唆している。鎌倉時代には、シーン39坊を誇ったが、上級3年の上級の乱により、同等の大半が消失する。その後、再建するがも、王朝元年に、またもや陛下によって消失し、追尾してしまう。しかし、 江戸時代になって、文領立志の肝心や江戸幕府将軍の徳川、家康、徳川秀忠府市の支援もあり時代の整備が行われている。岩泉寺は、近くの上流寺寺と共に長く、幸福寺一乗院の末寺であったが、明治時代の廃仏希釈によって、岩泉寺は、無重となってしまう。1881年、新言立秋最大寺の末寺となった。本堂十三十石塔。 ありがとうございます。